ルーティン動画です。4月の26日ですね、もう、水曜日です。時刻の方は16時10分手前になってます。気温は29度、体感33度、ずいぶん涼しい、気温下がりました。これね、昨日のね、昼間ですね、日中にまあでかいスコール、まあ、ショート動画をね、ショート動画でもね、3分弱の尺のね、動画をアップしました。あのスコールの後、夜もねまた来ましたね、ドカーンと 1日2回ですね、タラートバンデータラートレンです。1日2回ね、ドカンドカンと降ったおかげでですね、ずいぶん過ごしやすくなりましたね。で、昨日ね、上げた、短尺の3分ぐらいの動画なんですけども、あれ僕ね、動画編集して、で、編集した後ね、そのままアップロードしちゃったんですね。で、いざ今日ね、短尺の動画どんな感じかなと思って、自分で見てみたらね、1分ちょっとぐらいからね、ずっとデータバグっててね、なんか変な、フリーズした動画にな、フリーズした画面になってましたね。というわけでですね、再投稿しています。100人超の、ね、方にご視聴いただいたんですけど、本当にすみません。まあ、けどね、こういったね、ミスはねちょいちょいやらかします。はい、生ぬるい、視線でですね、ご覧くださいいただければと思います。まあね、あれですね、まあ、ドカンドカンと昨日ね2回、まとまった雨が降ったおかげでですね、まあ、どう、視界もねだいぶクリアになったんじゃないかと思いますね。はい、山がね、まあまあある程度ね見えるようになったもんね。まあ、これでどうなんですかね。今日もまたね降りそうな気はしないでもないんですけれども、うっしゅー、なんかね、後ろねすごい近いところをね電動自転車がついてきてるんでね、抜くなら抜いてくれりゃいいのにね。はい、あ、そうそう、で、あれですね、なんかね、ボケボケしてたらですね、ご視聴者さんが、どうなの、2組か、ラオスにいらっしゃってるみたいですね。で、あと1人ね、まあまあ、先日お話ししたね、まあ、なんだろう、虫のね、虫屋さんか、虫屋さんが1人ね、いらっしゃるというようなね、話なんで、まあ、今日あたりからね、ほんとしたら登場するのかもしれないですね。あとあれだ、今日、ニュース見てたらね、ラオス銀行ですね、日銀みたいなもんです、ラオ銀、が、なんですか、為替じゃねえな、外貨取引、今ね、ラオス、外貨不足に苦しんでるんで、外貨の両替ですね、両替をね、まあ、要は闇両替はね禁止っていうことになってるんですね。はい、で、ある程度ね、前は緩くね、民間のね両替業者にもライセンス出してたみたいなんですけども、これもね何ヶ月か前にねライセンスをね停止しました。で、今は本当にね限られたね、商業銀行、あとそこのね商業銀行とがっちり提携してる、両替商でしかね、両替ができなくなっています。で、まあまあ、それはね前からそうだったんですけれども、
厳しい、法的措置をね取るというふうなね、その、まあ、要は闇両替行為に関わった、法人や個人、うん、に対してね、法的措置を取るというふうなね、ことが報じられてました。はい。なんでね、結構ね、旅行者の方なんかでね、動画営業があるかってね、ここのところどうしてもパカパカね、両替してみたみたいなね、動画がね上がってるようなんですが、あれねちょっとまずいと思うんでね、まあまあもうこれからねいらっしゃった方でもね、もしね万が一ね闇両替できるところを見つけてもね、そこはちょっとね、動画カメラ回すとね、うん、ちょっと面倒に巻き込まれる可能性があるんでね、ちょっとご注意ください。はい。まあね、その何やり逃げ的にね、泥だけ取ってでラオス国外で出てからね、あげちゃえばいいやみたいなね、旅の恥はかき捨て的なね、まあ、そういった思考回路の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、その後でね、その動画が決め手になってね、摘発されるラオス人が出てもね、これもあんまりね、後味がね悪くなっちゃうと思うんですよね、うん、なんで、その闇両替、うん、闇チェンの動画なんかはね、うん、あんまりね、おすすめできないカテゴリーになったなぁなんていう風に今日感じました。はい。お、なんかあれだね、そんなに日差しも強くないんでね、いい感じにあれですね、カメラ回ってますね、うん、っていうかこの間までがちょっと暑すぎたんだよね、うん、暑すぎた、うん、今ぐらいがねちょうど、もうアマゾンにいてね、今日なんかあれですよ、なんか末端冷え性じゃないですけどね、手の先とかね足の先とかがねもう冷えすぎちゃってね、若干痛くなるぐらいね店内冷えてましたね。まあまあね、一回暑くなってね、設定温度最低にね引き下げたらね、まあ微調整なんかラオジンできないもんで、下げたら下げっぱなしですね、うん、もうちょっとね微調整とかね覚えてくれるといいんですけどね。音楽なんかもかけたらかけっぱなしなんですよね。でかけました、止まりました、で2時間後にねなんか脈略もなく、他に僕以外お客がいるわけでもないのに突然また店内の BGM 鳴り始めたりしてね、これ何のためって思うんですけどね、うん、まあその脈略のないね行動っていうのがね、うん、心癒されるねラオス人の元だと思います、うん。この時間に着いたのか、列車かな、列車組ですかね。このところでですね、さあ今日はどこで何本飲もう。